後半戦は広島のキックオフで試合再開となります。キックオフを務めますのは広島19番の花岡。ベアーズリターンに入ります。右サイドライン際を駆け上がりまして、自陣28ヤード付近からの攻撃を得ました。クラブウェアーズ自陣28ヤードから失礼しました、自陣27ヤードに訂正します。自陣27ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック6番、右に展開したワイドレシーバー82番にパスを通しまして約4ヤードのゲイン。パスを通したクォーターバック6番は杉谷。取りました。ワイドレシーバー82番は寺岡。失礼しました。寺崎です。さあ中央へのプレー。早いタイミングで何枠に手渡しまして中央トップ上がります。キャリア46番、体をねじ込みまして約5ヤードのゲイン。キャリア45番は川端。クラブベアーズサードダウン残り1ヤード。中央へのプレー、ファースター。クラブベアーズここでランニング枠45番にボールを託しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。見事期待に応えましたのはランニング枠45番の川端、北大津高校出身のプレイヤー。クラブベアーズ自陣40ヤードからファーストダウン10。ここでスロットバック92番にハンドオフしましてカウンター気味に中央を突っ込ませました。しかしこれは広島見事対応し1ヤードロスを2ヤードロスを奪っています。さあランプレーでトップ測っておりましたクラブベアーズですが、それを広島一旦押し返しました。ここでホイッスル。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。試合再開となります。クラブベアーズセカンドダウン12。
とターンオーバー。ここでクォーターバックが左にロールアウトしてロングパスを投じました。しかしそれを取りましたのは広島32番インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトしましたのは広島32番の笠松。後半戦最初のクラブベアーズの攻撃シリーズを見事奪い取りました。広島自陣47ヤードの位置、7ヤードの位置からの攻撃に入ります。広島ホークスファーストアンテン。さあまずランプレーから入ります。ランニー枠20番ハンドオフを託されまして中央突破を敢行。しかしベアーズこの中央のラインはまだ譲っておりません。ゲイン1ヤードにとどめています。キャリア20番は玉山。広島ホークスセカンドダウン9。ここでオプションプレーを展開します。しかしここでもディフェンスライン陣が殺到しそのプレーの展開を許しません。ノーゲインサードダウンに変わります。広島ホークスサードダウン9。パス不成功。クォーターバック3番右スプリントアウトからワイドレシーバー10番にパスを投じましたがこのパスオーバースローでフォースダウンに変わります。広島ホークスフォースダウン9。広島パントフォーメーションを選択しました。クラブベアーズリターンに入る。リターナー82番右オープン切り上がろうとしましたが自陣25ヤード付近で倒されましてこの位置で攻守交代となります。インターセプトにより攻撃権奪いました広島ですがここはパントで終わりました。クラブベアーズ自陣28ヤードからの攻撃に入ります。クラブベアーズファーストアウト。これは広島のナイスディフェンス。まず中央へのランプレーで突破を図りましたがここは広島77番74番が対応しましてノーゲイン。ベアーズセカンドダウンに変わります。見事な対応をしましたのは広島ホークス74番の徳岡、77番の西村。クラブベアーズセカンドダウン10。ターンオーバー。ここでクォーターバック6番パスを投じましたがこの時にレシーバーがボールを浮かせました。弾いたボールを広島8番がもぎ取りインターセプトしまして攻守交代です。ここでウォーターブレイクに入ります。見事なインターセプトを決めましたのは広島8番の左近。これによりまして相手陣深い位置からの攻撃を広島へましてここでウォーターブレイクに入っております。
さあ、このウォーターブレイクに入る間際、非常に大きなプレーが発生しました。後半に入ってクラビアーズが押し気味にオフェンスを展開しておりましたが、インターセプトによりまして現在広島が絶好の位置を得ております。さあ、ウォーターブレイク解けまして試合再開となります。広島相手陣3ヤードからのファーストダウン2ゴール。中央へのランプレー、タッチダウン。ここで広島、ランニ枠39番に中央をつかせました。39番、その期待に応えまして、そのままエンドゾーンなだれ込んでタッチダウン。広島ホークス、6点獲得となりました。見事タッチダウンを上げましたのは、広島ホークス、39番の竹之内。そして広島トライフォーポイント、タッチアウトの後のワンプレーキックで挑みます。このキックは失敗、6点止まり。広島ホークス6点、クラブベアーズ0点。しかし広島、竹之内のタッチアウト弾により先制を挙げる形に成功しました。双方ともの堅守光りまして、膠着状態にありました試合ですが、第3クォーター残り時間4分45秒でついにタッチダウン発生しまして、試合が動いた状況になりました。さあ、広島はこの得点を保ったままこの試合を勝利に導くことができるでしょうか。はたまたクラブベアーズ、これを逆に取り返しまして逆転となるでしょうか。得点を挙げました広島ホークスのキックオフで試合再開となります。このキックはエンドゾーンに入りましたのでタッチバックとなります。キックオフのボールタッチバックとなった場合には、相手チーム自陣25ヤードの攻撃という形に変わります。ここでリターンの際に勢いづけるプレーを発揮しようとベアーズは考えているかもしれませんが、しかしそれを削ぐようにタッチバックで広島それを回避しました。さあ、クラブベアーズの攻撃に入ります。ボールオン自陣25ヤードからクラブベアーズファーストダウン10。さあ、ランプレーを投入します。何枠45番ハンドオフを託されまして中央突破を図りましたが、しかし広島ディフェンス陣も勢いありましてゲインほとんどありません。セカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウン9。ここでイエローフラッグが発生しています。さあ、先ほどの反則どちらにあったでしょうか。ディフェンスの反則です。オフサイド。
ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。5ヤードのバッタイとなります。先ほどのプレーそのものは無効となり5ヤードバッタイ、オフェンスは逆に5ヤード前進する形になりセカンドダウンやり直しとなります。結果クラブベアーズセカンドダウン4で試合再開。ボールオンは自陣31ヤード。さあここで左に展開したランニングバックにスイングパス、45番キャッチアンドランし攻撃権更新図りましたが、しかし広島ディフェンス厚くノーゲインとなっています。クラブベアーズサードダウンに変わります。クラブベアーズサードダウン4、ボールオンは自陣31ヤード。ナイスラン、ファーストラン。クォーターバック6番、右にロールアウトしてからワイドレシーバー14番にパス。11番このヒッチパスをキャッチアンドランし攻撃権更新としました。クラブエアーズファーストラン。現在負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが取られています。見事なパスを投じましたのはクォーターバック6番の杉谷。取りまして攻撃権更新果たしましたのは14番の佐藤でした。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの共同企画によって実現しております。この企画にご賛同いただきました企業様、そして個人様のご寄付、ご支援、ご記者によりましてこの企画実現しております。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。できる限りそのご期待に応えられるよう私も配信に全力を努めたいと思います。至らない点多々ございますが何卒ご了承いただければと思います。さあプレー再開となります。クラブベアーズ自陣46ヤードからファーストダウン10。さあパスが通っている。どこまで行くか。ビッグゲインファースター。クォーターバック6番、ここでプレイアクションパス、ランプレーをフェイクにしまして引きつけたところにワイドレシーバー0番にパス。0番見事にこのパスを取りましてすれ違いざまに大きく独走、一気に相手陣深い位置に入りましたの攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。見事なパスを投じましたのはクォーターバック6番の杉谷。取りましたのはワイドレシーバー0番の河野でした。さあチャンス得ましたクラブベアーズ、相手陣9ヤードからファーストダウン2ゴール。パス不成功の失礼しました。さあ判定はどうか。攻守交代です。ターンオーバー。ここでクラブベアーズにトラブルが発生しました。ボールを手渡す際にボールをファンブルしました。このファンブルをしたボールを抑えた方が攻撃権を得ます。広島が抑えまして広島が攻撃権をダッシュしました。ファンブルリカバーターンオーバー。
広島非常に厳しい状況でしたが、ここで攻撃権取り返します。ボールオン自陣9ヤードから広島の攻撃に変わりました。広島ファーストダウン10。しかしランプレーに関してはまだベアーズ譲っておりません。広島ここでランプレーを投入しましたが、キャリア20番今度こその突破しかしなりませんでした。ノーゲイン、セカンドダウンに変わります。広島セカンドダウン10。成功。クォーターバック3番、プレッシャー浴びながら、失礼しました、クォーターバック、12番でしょうか、プレッシャー浴びながらワイドレシーバー10番にパスを通しました。しかしキャッチアンドラン測るもゲインは約6ヤードとなっています。プレッシャー厳しいながら見事キャッチしましたのはワイドレシーバー10番の才木でした。広島サードダウン4。ナイスキャッチ、ファーストダウン。クォーターバック3番、左に展開していましたワイドレシーバー9番にパスを通しまして攻撃権更新です。密集点、非常にタックル激しい状況でしたが、ワイドレシーバー9番の酒井、見事なキャッチで攻撃権更新を果たしました。広島ファーストダウン。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、広島ホークス6点、クラブベアーズ0点。攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。